ハクションビーフをご覧の皆さん、ゴールデンボンバーです。わーい、ハクション、ハクション、僕たちの101回目の呪いが1月1日リリース、出たー、出てしまった、ついに、どんな値段ですか。値段じゃない、値段はですね、値段じゃないじゃん、いろいろこう DVD とかこうこんもりさせて、なんとそういったものは1000円オーバー。お、大抵のものは1000円オーバーだけどね。そうだけど、ごちそうさまです。どんな作品ですか。どんな作品ですか。え、知らねえよ。キャーさん教えてよ。え、なんかとってもつまんねえ CD になってるよ。ちゃい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 、しゃーしっぺー、ババチョップ。ババチョップ久しぶりに聞いた。久しぶりに聞いた。いいよ、キャーさん。ババチョップ、ババチョップ、ぜひ聞いてみてください。はい、ここでビーフさんから質問が来てますよ、皆さん。なるほど。その101回目の呪いで、あのカップリングに、あの素晴らしい朝をもう一度という、ね、あの曲が入るんですけども、はいはい、それにちなんで、素晴らしい朝を迎えるための秘訣はと。おお、秘訣か。これもキャンさんがいろいろ知ってそうだね。俺はあれだ、素晴らしい朝を迎えるにやっぱすっきり目覚めなきゃいけないということは、うんうん、オールです。オールして寝ずに朝を迎える。寝ない。そう、なるほど、確かにすっきりしそうだ。それが一番すっきり。わかりました。一日が始まる。はい、うん、いつ寝ればいいですか。え、いつ、うん、仕事中とか、仕事中、授業、授業中とか。おお、すっきりするね、すっきりする。とりあえず行ってみよう、行ってから考えよう。うん、行ってみよう。こう、あの睡眠障害のケンジ様。おお、おお、しっかり寝る。誰もが理想としてる。素晴らしい。間違いなく素晴らしい。理想すぎてね。うん、秘訣なのかな。まあ秘訣だよね。しっかり寝るのは究極の秘訣ですよね。まんまですけど。睡眠薬を飲む。うん、秘訣というか、まあなんか、まあまあまあ、その点もまあまあまあしょうがない。おお、それはダメだよ。すっきりしないんじゃないかな。起きれないんじゃないかな。なるほどね。まあ各自いろいろな方法があるということで、皆さんもぜひあったら教えてくださいね。以上、ゴールデンボンバーでした。ありがとう。ピフジップじゃん。